日刊スポーツのニュースサイト、日刊スポーツコムです。サイトのナビゲーションへ移動。このページの本文へ移動。トピックスナビゲーションへ移動。フッターナビゲーションへ移動。ここからこのページの本文です。このページの先頭へ戻る。サイトのナビゲーションへ移動。トピックスナビゲーションへ移動。フッターナビゲーションへ移動。2017年9月10日11時32分ツイートタイムラインノームに続き、雷雲接近のため、約2時間スタートが遅延される日本女子プロゴルフ選手権最終日。撮影、狩俣雄三。女子ゴルフ、日本女子プロ選手権コニカミノルタ杯。最終日、10日、岩手、安比高原 GC、6640ヤード、パー71、賞金総額2億円、優勝3600万円、早朝からのノーム。さらには雷雲接近のために遅れていた競技が、午前11時にスタートした降雨の中で始まったが、雷雲ではないために競技開始が決まった。順調に進めば、午後6時頃に競技が終了する見通し。当初はアウト1番が同7時10分、イン10番が同7時15分スタートだった。ゴルフ最新ニュース。降雨の中、午前11時スタート日本女子プロ選手権記事へもっと見るお知らせ一覧。日刊のアカウント1126、富士山マラソン、参加者募集中。日刊ゴルフイベント。